虐待なんて絶対ねえな。心を盗んでほしい理由はきっと母親のことと関係あるんだろうね。辛く苦しい心を捨て去りたいということか。自分じゃどうにもならないんだろう。改心で助かるのかな。助ければ俺たちもメジエドに対抗できるか。待てよ、そもそもパレスあんのか。調べてみようぜ。さくら宗次郎宅に住むさくら双葉でいいのか。これはあったぞ。悪人じゃなくてもパレスは存在するの。ねえモロガナ。よし。さくら双葉、彼女にパレスが。待って、じゃあ君たちはメジエドに狙われていた間全く別人を相手にしていたの。当然でしょ、だってメジエドは。でも桜家の事情の話は検察の調べと概ね一致してる。嘘を並べてるわけじゃないよね。言うわね。いいわ、続きを話して。顔の見えないメジエドに怪盗団がどう対処したかは解明できてないことの一つ。辻褄のあった真実を聞かせてくれるなら少しは君を信じる気になるかもしれないわ。よし。それにしても一色若葉の娘が引き取られた家が怪盗の根城だったなんてね。ひどく運命的。いえ、だからこそかしら。時間が惜しいわ。続きを話しなさい。